はい、どうも、世界の草チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ひろこさんです。ひろき、メイクセンス、来た。というわけでですね、成田空港に来ました。長らくお待たせいたしました。ついに我々は海外に出発しまーす。はい、どこに行くんですか、今回は。今回はですね、EPT に出発だ。行きます。以前にも僕ら参加したことあるんですけど、チェコリパブリックのプラハという街で開催されます。世界でもいわゆる三大トーナメントって言われる大会があるんですけど、そのうちの一つですね。横澤チャンネルでここ2年間全然お見せできてなかった EPT の様子をお届けできるので、すごい楽しみですね。ヨーロッパの街もね、楽しみたいなと。いやー、本当にそう。ずっとアメリカにいたから。もうね、プラハ超好きだから楽しみなんですよ。なんですが、その前にやることがあるんですよね。なんとですね、はい、横澤さんは世界に羽ばたく時が来たんですよ。来てしまいましたね。はい、皆さんももしかしたらもうご存知かもしれませんが、はい、グローバルポーカーアワーズという世界を代表するポーカーのための権威ある賞に日本人で初めてノミネートされました。パチ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 。この賞はですね、実はファン投票があって、はい、皆様にも投票していただきまして、結果につながりまして、やばいっすよね、本当に。これは本当に嬉しい。世界の名だたるポーカープレイヤーたちが列挙されてる中に一人だけ写真ピースしてるし。それは本当にそう。今までやっぱりポーカーの業界においては日本ってそんなにやっぱり大きいマーケットではなかったわけですよ、うん、やっぱり世界的に見ても日本人がポーカー最近めっちゃやってるっていう風にみんな思ってるらしくて、やっぱりアメリカの人たちも、そうなんだ。追い風を受けて僕が日本人で初めて受賞したっていうのは、日本が今ポーカーすごいノリに乗ってるぞっていうのをなんか表しているような状況で、僕なんかが選ばれたっていうのはもう本当に、いやもう責任重大だよ。いやもうめちゃくちゃ光栄です。でも本当にめちゃくちゃ嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。なんですが、まだノミネートなんですよ。そうなんです。でここからですね、グランプリが決まりまして、今ノミネートが4人されてるんですけど、このグランプリの発表会がなんと明日ラスベガスで行われます。ドキドキです。僕もまだグランプリになってるかどうかっていうのは知らされてなくて分かんないんで、現地行ってドゥーンみたいな発表されて、グランプリだったらトロフィーがもらえて表彰される。うわぁ、そのためにわざわざラスベガスに寄ります。俺たちは寄るっていうか全然寄る距離じゃないねんけどね。世界一緒です。世界一緒、確かに。なのでこの動画はですね、本当に世界の横澤になれるのかという歴史的な動画になります。本当にもう皆さんに投票していただいてノミネート今回されてるんで、やっぱその様子はお伝えしたいなと。本当にみんなで撮ったっていう、いやー、チーム戦60万人で撮ったって考えたら、もう絶対これ動画にするしかねえってこと。いやー、そうですね。これからラスベガスに行きたいと思います。はい、久しぶりに行きますか。もはやギャンブルでも何でもないんですが、はい、これは人生をかけたギャンブル。あ、そういうことですね。証明する時は来たぞ。やっていきましょう。レッツギャンボー。ということでね、今回はあー、なるほど。え、俺のスレッド。これ何これ。なんかアホかよ。なんでお前のも出るんじゃい。あ、これだ。うわうわ、めちゃくちゃダメージ負った。これ機内食も別途購入するみたいな形なんですか。おっしゃる通りですね。あ、なるほど。それはもう今からだと間に合わないですか。そうですね。なるほど。ちょっとさ、ご飯できないからマジでご飯買わないとさ。まあ俺キャベツ太郎あるけど。キャベツ太郎はご飯じゃないの。待って、お弁当買えるとこないんだけど。終わった。済んだ。こんだけ人がいないからさ、空港の店も何もやってないね。なんでエルメスはやってんだよ。ディストピアみたいな。そうそう、なんか食べ物はないけどブランド物はあるみたいな。コンビニある、コンビニ。こんなもの食えねえよってやつね。そう。よくあるゾンビ映画とかで。こんなもの何の腹出しでもなんねえやつって。カゴカゴ来た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 。元気。その原理俺知らないわ。まだ来てる。早く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 。いいです。ちょっとなんかまあ分かんない、大は小。急げ急げ急げ。こいつはこんなコンビニで大量に買いたいんだよ。食いてんだけど。助かった。結構知らなかったことがあって、うん、最近このコロナ禍って飛行機ガラガラじゃないですか。横3個こうやって空いてたらさ、向こう帰りたくなるじゃない。向こう帰りたい。でもさ、ダメなのかなって思うじゃん。悪いことしてる気分じゃない。うん、ダメでしょ。いや、わかんない、航空会社にいるのかもしれないけど、行きの飛行機の中で日本の添乗員さんに、もしよかったら他の席全然空いてるんで、移動してもいいですよみたいな。あ、いいんですかって言ったら、やっぱ横になってもらっても全然大丈夫なんで、って感じで言われて、あ、そういう感じなんだって思って。オープンに OK とは言ってないけど、確認したら結構 OK のところが実は多い。あ、そう。じゃあまずジップエア今日は。ジップエアの今日はゴロンチャレンジをじゃあしていきたいと思います。いいでしょ、さすが。
っていうか、ソータはどこ行ったんですか？ソータ君は、家庭の事情でちょっと遅れてくるっていうことで、ヨーロッパから合流します。なるほど。ソータ大丈夫か、ちょっと心配だけどね。一人で行ける可能性ある。確かに、無事に取り付けるかな。早速すぎるんですけど、はい、めちゃくちゃ眠いんで、ゴロンチャレンジいきます。きた。会社によるということで、ちゃんと聞くようにしましょう皆さん。そうだね、勝手に横になっちゃいけないってことが明らかになりました。確認して OK だったら大丈夫だと思います。帰りの飛行機も絶対やります。やっぱロサンゼルスは人多いね。いやー、やばい、全然違う成田と。こういうのもなんかアメリカはちょっとずつ戻ってくる。確かにね。我々がいるロサンゼルス、カリフォルニア州は、はい、マスク着用義務がまだあって、はい、一応自主隔離もあるらしいんですけど。なるほど。ラスベガスはマスク着用義務も自主隔離。州によってルールが結構違うんですよね。皆さん、もしアメリカ行く場合は州によって違うのでちゃんと調べた方がいいと思います。そうですね。余談ですけども、はい、オリンピックのにゃーでにゃーとか言っちゃった。藤沢さつき選手がカーリングの女子日本代表で、ね、北京オリンピックの試合前の頑張るぞみたいな言ってるところでエクセンスって言ってくれたらしい。やばくない？やばい、すごいよね。世界の藤沢ってことでしょ。まあ世界の藤沢なの。それで言うともともとあちらさんは。あ、そっか。でも本当に嬉しいよね。なんかその一応まがいなりにもポーカープレイヤーも競技のプロとして頑張ってやろうって気持ちがあって、やっぱそのアスリートとか、はいはい、そういう活躍してる人に対するリスペクトが僕らもすごいあるんですよ。そういう人たちが横澤チャンネル見てくれてると思うとすごい嬉しいですね。活力が活力頑張ろうっていう、負けてらんないなっていう。いや、ポーカーオリンピックになってほしいな。なってほしいよね。日本代表になりたいよ、オリンピックの。やば、そんな未来があるの。一応でもその IOC 的にはポーカーは一応マインドスポーツっていう分類で、まあ、選択肢になってるみたいな。もしかしたら現実になる世界があるかもしれない。だったらいいね。ベガスは戻ってきた。実家帰ってきたから。じゃあまずはホテルに行きましょう。チェックインしましょう。来た。アーリア。さあ参りましょうか。今日は初アリア。マジで楽しみ。行きます。到着でーす。勝手にだ。勝手に開いた。すごい。何もしてないのに勝手に開いた。なにそれ。おもてなしだ。いいですね。見て、プール見えるよ。すごい。隣のプールだけど。あれはコスモポリタンのプール。コスモポリタンのプールなんかいいね。でもいい、確かに。アリアの特徴はですね、うんうん、これです。うわ、最新型じゃん。タブレットでなんかできるんだ。そう、全部これでルームコントロールってのがあって、壊しました。消えちゃったんだけど。タブレットは横澤さんが壊したんで、先に部屋紹介します。すいません。お風呂見ていきましょう。はい。あれあるじゃん、バスタブ。すごー。一泊170ドルぐらいでした。一泊2万円でコートもらったらめっちゃいいよね。確かに、なんか豪華な感じ。シャワーの水圧チェックします。うっ水圧は中ですね。まあ5段階だったらさって感じ。さだね。じゃあ続きまして Wi-Fi チェックの方に参りたいと思います。出たスピードテスト。行きます。お、うん、おおいい。おお、早。いい感じ。全然家とかは。早い。素晴らしい。これは5です。これは5です。はい、そう、そしてこれですよ。もう消えちゃったらもう諦めます。これでルームコントロールってのがあってですね。これ見て、グッドナイトってボタンを押すと、うん、え？グッドナイト壊した。え？グッドナイトってこと？壊れてんだけどこのタブレットマジで。ということで、3度目の正直、はい、起動しました。やっと起動した、はい、これね、うん、ルームコントロールって押すとグッドナイト。お、押します。どうなんの。起きた。マジ？これ全部ね。あ、電気も消えたね。これしかも見てください、これライトの強さとかも強弱がつけられてる。これ横差の太さどこでさ設定できるの？ね、本当だったらもうちょっとこれでキューって痩せて明日の GPA のためにキューってできたらいいんだけどね。と
ということで今日はどないしょう。今日はですね、明日 GPA の授賞式があるんですけど、結構みんなスーツとかをバッチリ着てくるらしいんですよ。はい。で僕も持ってきたんですけど、カジュアルなジャケット買ったの。そんなん持ってた。買ったの。そう、家にベルトがない。そう、ベルト選びをまず買い物ね。そう、ぴったし合うベルトが欲しいので、お披露目していいですか、僕の買ってきた服を。大丈夫です。いや、大丈夫はないで見てください。あ、まあいいでしょう。おー、太い。そうなんです。おはようございます。おはようございます。おはようございますの時間でもないけど、やばい時間に起きた。爆睡してました。さっきご飯を食べて、今からポーカーをしたいと思います。ポーカーするの？だって今しないともうないよ。ちょっとじゃあポーカーしに行きますか。久々ですね、ポーカー。今年初だ、俺。うわ、お、テンテンテン立ってるわ。ちょっと名前入れます、今じゃ。 Hello, could you put me on the list of 1020 and 510 only for them? 入れました、こんな感じで。やったー。こうしておくと行くだけですぐ座れる。じゃあ行きますか。ちゃっと。ちゃっちゃと行くか。行きましょう。いけ。寒っ。明日の放課後スタジオ下見。あー、いいですね。かっこいい。ちょっと下見していくことで戦略を練ろう。何の戦略なんだ。ここか、明日の会場。かっこいい。店舗の外装こうする。ポーカールームスタジオっていうのを作ろう。いや、いつか絶対作ろう。ポーカールームスタジオ、日本のポーカー配信を全部そこでやる。そう、いつか作ろう。かっこいい。じゃあせっかくなんでトラブルいきましょう。え、うぞ、嬉しい。やばくない？でもカジノとカジノをつなぐためにさ、電車作っちゃうってマジすごいよね。普通に考えたらある。どんだけお金あんの。来たよ。ポールダンサーだと。わあ、すごい。わあ、すごい。え、壊した？さあ、皆さん、ただいまベラージオ、はい、帰ってきました。じゃあポーカーしてきます。ジェフと再会しました。はい、ジェフと再会しました。来た瞬間に席が空いたし、友達がいっぱいいます。え、最高じゃん。でも、テーブル空そう。衝撃の事実発表していいですか？うん。英語マジで聞き取れなくなってやばいよね。やばい。なんか会話できないなって思った、横澤が珍しく。どうしよう、これでなんか2杯負けて、もう明日どうしてもなくなっちゃったら。ちょっとね、抑えめにやります今日は。あの、リハビリなんで。22. Oh my gosh! 22-20! That's funny, actually. 22-20. Oh my gosh! You didn't pay attention. 30?限界です。疲れました。もう久しぶりにこんな長時間やって。お疲れ様でした。どうだったんですか、そちらの。1000ドルちょい。ナイス。今日はでもね、やっぱ久しぶりってのもあるかもしれないですけど、プレイあんま良くないです、ぶっちゃけ。ああ、そうなんだ。プレイ次第では2000ドルぐらいセーブできた可能性ある、マジで。マジ？ちょっとプレイ悪かったな、今日は。やめとこう。終わり。終わり？終わりです。ということで、じゃあ結果発表ですが、はい、マイナス3726ドル。幸先悪いな。 GPA が不安になってきた。そんなことないよ、関係ないよ。むしろ身が引き締まりましたよ。疲れた。なんだかんだ何時間やった？7時間。そうだよね、7時間ぐらいだよね。帰りましょう。Hello, Nice to see you. Hey, hey.Nice to have you here, man. Thank you for coming. I really appreciate it. Thank you very much. Sir, good luck tonight.
Yeah, I'm doing it. Excited. Yes, you should be. ということで、はい、おはようございます。おはようございます。グローバルポーカーアワーズ受賞式です。来ました。来ました。本当にこのためにわざわざラスベガスまで来たんで、はい、日本人で初めてこの地に足を踏み入れたってことですね。どういう人が来てるんですか、これは。今日はですね、正直言ってポーカープレイヤーよりも、はい、ポーカー業界に従事している大物たちが多いですね。司会者とか、はいはいはい、トーナメントディレクター、あとメディアのベストメディアみたいな、去年1年間で一番そのメディアとして貢献した人とか、ね、そういう人がいます。日本とのポーカー業界の大きさの差を思い知らされる。いや、間違いない。5時半から生放送で配信されるらしくて、ちょっとそれも緊張しても口カラカラです。お酒、まずね、飲み物もらって。おい、あめ、あめ、Congratulations. Thank you very much. I voted for you. Oh yeah, thank you. マット・サベージュっていう世界で一番有名なトーナメントディレクターなんですけど、はい、お前に投票したよって言ってくれました。嬉しい。すごい。Good to see you. Thank you very much. Congratulations. Thank you. ただ、あれですね、フロリダの俺が優勝したのバウンティートーナメントの時に、いい賞やって、偉い人です。動画映ってるじゃん。映ってるじゃん。偉い人です。飲みますか、はい、じゃあ。今日は僕は行きますよ。本当かよ。一滴も飲めないところもないでしょ。こんなところで出てくるお酒もあれよ。激強でしょ、どうせ。嘘。いやでも今日はね、行きますから僕は。もう、こんな華々しい。華々しい。はい、どうぞ。はい、コーラ一つください。いや、コーラじゃねえかよ。乾杯。乾杯。この場に来れたことに、本当にやっぱこの場にいるのは、皆様に投票していただいたおかげなので。改めてグローバルポーカーアワーズ何の賞なんですか？これは、あそこにも書いてあるんですけど、GPI とエンドモブっていう、グローバルポーカーインデックスっていう、世界のポーカープレイヤーのレーティングみたいな感じのサイトと、そのヘンドボブっていう誰がいくら獲得してるのかっていうのを出している、世界で唯一のサイトがあって、その2大ポーカーメディアがいろんな部門があって、25部門あるらしいんだけど、その年に活躍した人をいろんな角度から表彰するっていうアワードです。その中で僕が今回ノミネートされたのはベストポーカーパーソナリティっていう、ポーカー界に貢献した人本当に。なんか俺たちがやってることと違いない。めちゃくちゃぴったりだね。いや、なんか本当に日本にポーカーを広めるってことをテーマにやってるチャンネルだから、めちゃくちゃ嬉しいよね。もうノミネートされた時点でもう本当にやってきてよかったって思うよね。ノミネートだけじゃなくて優勝できたら日本でポーカーが来てるんだってことを世界にアピールできるから。そうなんだよね。そしたらさ、なんか俺たちもさ、世界のポーカー業者たちとさ、こう組んで日本でもっともっといろんなことできるかもしれないから、なんか大きなことをちゃんと実現していきたいよね。彼はウェックっていう、これで有名な人です。After he wins today, he will be Masato Gozali. And I will quit. I will retire. Okay. I'm gonna just go cry and just quit. Okay, I'll be here. Masato Gozali. え、グレッグはもしかしてライバルです、僕は。彼はポーカーパーソナリティの、とりあえずイケメンさで圧敗してます、はい、あとパートナーが美人すぎて、今のところ100ゼロで負けてます。100ゼロですね。 Good luck tonight, man. I feel you're gonna win. You were taller than before. Yeah, I grew a couple inches. You grew up. Yeah. This is my girlfriend Amber. Nice to meet you. He's actually really the number one football player in terms of numbers. Wow. Yeah. So he's up for personality of the year. Personality? Yeah. Nice. I think I'm presenting now. So. I'm doing nervous. Really? So you come here like every year? You should be. This is only my second time actually coming to the awards. Oh, really? So, okay. Yeah, man. Well, good luck. Thank you. I will win. なんかみんな爽やかでかっこいい人ばっかだな。なんかわかる。わかるよ。自信があるみんな。わかる。俺にはない。やっぱ巨老臭なのバレてんだろうね、やっぱこう。でも、しょうがない。俺は等身大の自分で行く。あと俺はずっと今スピーチのことを考えてる。勝った時もし。それが巨老臭なの。あ、そっか。ヨハン。Hey, what's up, bro? What's up?
Good. Thumbs up, huh? Thumbs up. Thumbs up. And I love Japan. I watched your video. I watched your video also. Oh, yeah? I prefer your video than mine. Okay. Your video better than mine. No. Yes. Thumbs up, thumbs up. Very good. Hey, anyway. Congrats on your nomination. I've seen your stuff. Yeah? Kevin, yeah, you yeah. Too? Yeah, yeah. Kevin, Masato. Masato, nice to meet you. Adam, Masato. Nice to meet you. Nominated for which poker personality? Yes. Hello, everyone, and welcome into the Poker Go Studio in Las Vegas. This is the Global Poker Awards. You are here. You have made it. You are here. Masato, good to see you. Hey. I'm just saying hi to you so I can be in the vlog because thanks. You're very funny. Look around. Al-Madin, Ali, I'm Shurovich, GPI Poker Player of the Year. Cash Game or Tournament. Oh, so なんだ。顔やば。And the winner is... It's Brad Owen. I feel like we're an underutilized marketing tool, so thank you very much. Johan Gliber. I don't know this guy, by the way. Johan's just so nice. Up next is the Fans' Choice Award for Poker Personality of the Year. Let's have a former winner present this award. What do you say, ladies and gentlemen? Brad Owen. Fans' Choice Poker Personality. Johan Jovirao Gilbert. Greg goes all in here. Little. Masato Yokosawa. And the winner is... What time? And the winner is... What time? Masato. Masato. What the... I'm very honored to stand here as a very first Japanese nominee of GPA. And I'm also very nervous because I've not prepared my speech document. I didn't know it's acceptable, you know. I'm not good at joking, even though I'm the best poker personality. Anyway, I've been making video for YouTube last 4 years. And I'm doing this for expanding poker community in Japan. And actually, Japanese poker market is expanding. I mean, rapidly. And I'm really happy with that. And it's rewarding to engaging on the poker industry for me. And you know, I promise I will keep doing this in the name of GPA Poker Personality. And I really appreciate all of my supporters and all the people who is related to poker. Thank you very much. Thank you, Masato. Congratulations. You guys able to cut me into the vlog? Or? Bye. Not that I have the camera. Player who left their house the least, who talked into their screen the most, and maybe even won some money along the way. Best streamer. Woo!
Thank you. 嬉しい。おー、やばい、感動した俺は。 Thank you. ブラッドに呼んでもらった。やばい。今の気持ちをじゃあ一言でお願いします。夢みたいです。あー、本当だね。ちょっとあんまり現実味がないな、マジで。現実味ないね。あー、いやー、すごいわ。こんな風になるなんてことは想像してなかったし、なんかポーカーやっててみんなから祝ってもらえる瞬間が来るとは思わなかったので、ね、投票してくださった皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこれ、日本持って帰りますね、これしっかり。持って帰ろう。日本がポーカーの世界に入り込んだっていう実感がある、なんか。日本ですでにポーカーは世界的に見ても無視できないぐらい大きいと思う、俺は。うん、俺は今日本当に未来が変わる歴史的な一日だと思う。勢いつきましょう、ここから。日本のポーカー界に俺らが火をつけよう。イエス。横澤さん、はい、そういえば大事なことを忘れてました。いいですか。グローバルポーカーアワーズおめでとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、こちらをご覧ください。何でしょう。やばっ。なんと横澤さんと作りました。すごい、いつの間に。なんとめちゃくちゃいいじゃん。すごいすごいすごい。ソータもいる。すげえ。こっそり作っておりました。マジ、はい、おめでとうございます。かわいい。グローバルポーカーアワーズ受賞記念で作りました。受賞しなかったらオープンしなかった。これ普通にラインストアから、はい、はい、なんとこの動画上がった日から、販売開始してます。マジ、はい、すごい。ぜひ皆さん使ってください。絶対使うよこれ。やばい、自分のスタンプ、はい、すごい。ということで、またね。またね。今からヨーロッパに行きます。この人やりました。やっちまった。嘘でしょ。で、一刻を争うんじゃない。一刻を争うよ。今待ってんじゃん、誰かに開く人。 I forgot my passport in my family. Thank you very much. Cool. Thank you. You need to speak with immigration, but the problem is I don't have. Okay. So when it comes to passport, めちゃくちゃやばい。え、めちゃくちゃやばくない、本当に。めちゃくちゃやばい。